にちは。奇跡の41歳女優グラドル、あかねゆいです。今日はステンドージ先生から手紙が届いたからちょっと読みたいと思います。なんやろ。あかねちゃんへ。あかねちゃんにやってほしい企画があります。その企画とは胸キュン若まとめです。日本には思わず胸がキュンとしてしまうような恋愛の歌がたくさんあります。現代の米津玄師さん、あいみょんさんが、かつての大友やかもち、小野の小町なのです。そんな胸キュン和歌をあかねちゃんに感情を込めて読んでもらうというのが今回の企画です。マジでやば。本来は目の前であかねちゃんに読んでもらう俺得な企画と考えていたのですが最悪新型コロナのせいでそれも叶わないので、カメラ目線でお願いしますいやいや、和歌を知るということはその時代の人々の生活ぶりを知ることにつながります。視聴者の皆様も胸をキュンキュンさせながら歴史をより身近に感じてください。やって、どうしようまた無茶ぶりしてきたこの人、どうしようかなどうし、あ、もしもし最悪、何この手紙。あ、読んでくれた手紙。読んだ。胸がね、キュンとなるような和歌がたくさんあるので、うん、それをちょっと毎回紹介していきますんで。分かった。はい。じゃあ早速ね、うん、今日のメモがもう届いてると思うので。はい。はい、じゃあそれを読みながら進行してもらえますか。はい。じゃあ、ということで、今日から始まる新企画、胸キュン若まとめパチパチパチはい。これは、四天王寺先生が作ってくれたメモをもとに、進行していきたいと思いますって書いてる早速ですが、今回紹介する歌人は小野小町さんです。パチパチ。小野小町さんは平安時代前期の女流歌人、三十六歌仙の一人って書いてるんそう、三十六歌仙っていうのはね、うん、いわゆるその平安時代のその歌人のベスト36ってこと。歌人のベスト 36? 要は今で言ったらその ベストシンガー36人みたいな感じ。へえ、すごいレベル高い人ってことや。でね、小野小町さんは、うん、生い立ちとかね、うん、素性がね、謎に包まれててね、ほとんど分かってないんだよね。へえ、そうなんや。そう。なんかね、秋田県の出身じゃないかっていう話はあるんだけど。秋田県。そう。あ、でも秋田県っぽいなんか名前やな、小野の小町って。ああ、そうそう、ほら、お米とかあるでしょ。あ、だからそう思ったんや。なんとなくそう思った。ほんまや、うん。そういうことか。そう、だから秋田美人とか言うでしょ。へえ、ああ、そっか。うん、これはね、小野の小町さんから来たりもするんだよね。へえ。だって、ここに書いてもな、世界三大美女の一人って。そう。あとの二人は、古代エジプトの女王、クレオパトラ。これ知ってるな、なんか。うん。唐の皇帝の妃だった楊貴妃。あ、楊貴妃も聞いたことある。そう。この三人が、世界三大美女って言われてる。ええー、では、小野の小町、美人やって、私、なんか意外やわ。あ、そう。ちょっと失礼やけ、ブサやけやと思ってた。マジで？そう、すごい美人だって言われてんだけども、ただね、肖像画とか、うん、そういうなんかね、見てくれについての記述ってのはほとんど残ってないんだよね。あ、そうなんや。そう、だから百人一首の、その札に描かれているね、小野の小町ってのほとんどがね、後ろ姿なの。へぇー。気になるな。まあ、ただね、見た目はね、うん、よくわかってないんだけども、もうモテたのは事実らしいよ。あ、そうなんや。じゃあ絶対綺麗やん。
ろうな。ね、相当モテたらしくて。へぇー。うん、この前さ、俺のほら、酔っ払い企画でね。うん。チラッと言った、3000人切りのさ、有原の成平っていう超プレイボーイがいるんだけど。うんうんうん。うん、有原の成平も、小野の小町には振られたらしいよ。いや、だから、そういうのがタイプじゃなかったんかもしれへんしな。もうな、慣れてるからさ、もうなんか、しょうもない男はすぐわかるみたいな。ベテランや。持ってる人のベテランや、多分。え、これ、これ、なんか続き書いてるのも読むの、これ。あ、そう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 。小倉百人一首に載ってる歌。うん。ちょっと読んでみて。花の色は、移りにけりな、いたずらに、我が身よに降る、眺めせ、島に。次意味書いてあるでしょ？うん。桜の花の色は、虚しく色あせてしまいました。長い雨の間に。そして私も昔の美しさを失ってしまったわ。恋愛やいろんなことで物思いにふけっている間に。やって。そうなんですよ。こういう歌なんですよ。暗い、暗いな、切ないな。暗い。暗い、切ない、うん、だって。なんかシャンソンにも通ずるよね、なんか。いや、絶対美しいって大丈夫って励ましたくなる。年いっていい顔なってるよ、絶対って言ってあげたい。ああ、小野の小町さんに？うん。そんな小野の小町さんもね、私の好きな胸キュンの歌を用意しましたから。お、書いてあるね。はい。古今和歌集から選んだ歌？恋しくて恋しくてしょうがない男性への思いを詠んだ歌。この時代は女性はなかなか表に姿を現さず、好きな人に会うためには男性が女性の元を訪ねるのを待つしかなかった。今日もあの人は会いに来てくれなかった。せめて夢の中だけでも会いたいという切ない気持ちを読んだ歌です。どうよ。やだえ？やだ、待つだけとか絶対やだ。ガンガン行きたい。いや、でもね、この時代は通い婚って言ってね、うん、男性が女性の元を訪れるっていうのがさ。そっか。これ持てなかったらさ、もう最悪じゃない？持てなかったらずっと来ないよ。ああ、そういうこともあるわけよ、だから。めっちゃ嫌だ。よかった、今の時代で。耐えらんないわ、これ。そっか。そんな気持ちをね、うん。読んだ歌をご用意しましたので、ぜひ。これね、この和歌を朗読のやつね。はい、お願いします。糸せめて恋しき時は無ばま無ばま無ばた読めない。無ばたわの夜の衣を返してぞ着る。どういう意味？めっちゃ意味わからんし、カミカミやねんけど。まあその下にまた意味は載せておきましたんで。あなたのことがもう恋しくて恋しくて気持ちが溢れちゃうときは、せめて夢の中だけでも会えるようにパジャマを裏返して寝るからね。どういうこと？まあ、かわいい。どういうこと？どういうこと？あのね、うん、昔その寝巻きをね、うん、裏返して寝ると、うん、好きな人が夢に出てくるっていうね、言い伝えがあったんだよね。ええー、この時代からこういうのみんな好きやな。その占いもそうやし。そうだね。うん。で、今はさ、カミカミだったけども、うん、一応ね、文法をさ、説明するからね、うん。それで意味とその文法を理解した上で、もう一回今度漢字を込めて読んでもらいますから。よかった。ね、ちょっと説明聞いてくださいね。うん。うん。のね、恋しき時はの前のさ、糸せめてったんでしょ？うん。糸っていうのも、せめてっていうのも、これ、強調の二段重ねなんだよ。もう両方とももうすっごいっていう意味なのね。うん。
好きときはっつったらもうよっぽど好きってことね。だから本当にも好きで好きでもたまらないってもう気持ちが溢れちゃうってこと。溢れちゃってんもんね、だって。そう。で、そんなときはっつってね、その後ろにかかってるんだけど、ムバタマノってね、あの、カミカミだったけども、そう、その後ろの夜にかかっている、これ枕言葉って言うんだけど、特にね、あの、意味はないんだよね。マジで？そうそう、こういうね、枕言葉っていうのはね、和歌の中にはね、いろいろあって、このムバタマノっていうのは、夜とかね、苦労とかね、そういう言葉にかかる枕言葉なんだよね。で、夜の衣っていうのは寝巻きのことね。で、ぞっていうその返してぞ、着るのぞっていうのも強調する言葉なので、今日はもうパジャマをもう絶対裏返して寝るかな、みたいなさ。超裏返し、みたいな。めっちゃ裏返すからな、みたいな。ね、可愛い歌でしょ、でもなんか。けなげというかさ。じゃあね、これで意味もわかりましたね。ね、言葉の意味もね。じゃあ今度は噛まずに感情を込めて、ね。感情込めてめっちゃ難しくないこれ。女優魂をちょっと見せてくださいめっちゃ難しい。今日できるかな。平安時代に生きてると思ってさ。わかった。はい。意図せめて恋しき時はムバタマの夜の衣を返してぞ着る。いいじゃないの。いやいや全然分からへんマジで。いいじゃないの。分からん。これもわかるじゃん、この歌どう？いいね。すごい気持ちわかる？わかるよ。わかるよ。会えないとか悲しすぎるもん。そっか。でも、あかねちゃんはそういうさ、好きな人がなかなか会ってくれなかった時とかってのはどうするの？やだって。なんか、会う。自発的に会う。会ってくれないっていうのがさ、その状況によるからさ、その、どうしても無理なんだったら、そう、わがまま言わないけど、会えるなら会いたいよね。たとえ5分でも10分でも。でもさ、そういう昔はね、さっきも言ったけどさ、マジしかなかったわけじゃん。気狂いそうだもん、私。辛すぎるもん。なんか、ハゲちゃう、多分。なんか、鬱になってハゲそう。だからダメ。無理。そっか、よかったね。思いがこう、強すぎるから、私は結構。ダメ。いやーでもいいね、この企画。よかった？ありがとう。恥ずかしい。これほら、みんなも多分ね、視聴者の人たちもこう、読んでほしい和歌とかあると思うんだよね。そういうのを募集する？募集しちゃう？多分ね、それぞれみんな思い入れのある和歌ってあるからさ。またそういう、なんか責任重大な。頑張ろう。ぜひ皆さんちょっと送ってください。ね、送ってくれたらちゃんとね、あの、私なりに心込めて読みます。いいね。じゃあ送ってください。胸キュン和歌待ってます。じゃあまたねー。